そうね、やっぱり土日にはまあまあ来てね、綺麗にあれして帰ってくれりゃいいけど、人もいない、どうしてもね、しかないもんな、怖くない？はい、こんにちは、かなです。今日は岡山市唯一の海岸と呼ばれるところにやってきてるんですけども、ここはね、まあ、岡山市で、こう、まあ、のんびりとね、海を眺めることができるという、まあ、結構な穴場スポットみたいな、海の感じなんだけど、最近コロナが、まあ、こう、ね、流行ってきだして、ここの辺でバーベキューをするっていうのが流行ってるじゃないけど、こうね、どんちゃん騒ぎをしている人が、すごいよな、これ、うちはセッティングしたみたいな感じで置かれてね、絶対、勢いで、これ焼肉のタレってやばくない？やばいね。でもさ、この前のテレビでバズったやつ、なんかこうゴミ置いてるからって言ってバズったやつがさ、すごいツイッターでバズって、で若い子がさ、なんか自首したらしいよ、ニュースが出とったけど、その時も焼肉のタレが1本あったマジでえ、これここに置いとるってやばくない？しかもなんか箸はちゃんと使ってないみたいな、うん、ちょっと使ってして、焼肉のタレってやばいな。料理したのはいいけどな、結構ちゃんとやる気満々できたんやねっていうのがすげえわかるよな、この網とか、うん、爆竹だって、うわうわうわ、見て、爆竹したんや、ヘルメットとか落ちとるよ、ね、うぐ、あれは流れてきたんかな、あとね、なんなんこれ、泳いでる人いないからね、多分僕なんだけど、そういう、とりあえず乾かそうみたいな感じなんかな、いや、それはない、もう濡れとるし、もったい持って帰るのもったい、めんどくさいからじゃない、え、スキしてるってやばくない？うん、やばくない？これここ捨てていい？あ、ちょっとこういうとこ置いとこうか、ちょっと、うん、もしかしたら 人のやつの可能性もあるから、これはね、これも人のまだ落とし物の可能性も、そう、それこそさ、近くにあったデイリーヤマザキのさ、うん、コンビニのやつとかじゃん、ねえ、あった、ちょっとうちレモネード、うわ入っとんだけど中身最悪、もう何しよう切れるってかかったところとかもうないっすじゃねなあ、ちょっと使ってな、マジ真っ暗った、真っ暗、真っ暗、てか、はい、なんでさ散らばったの、飛んだんかな、そうだね、風強いしね、まあ、あとカラスとか、あ、ポイフル、ポイフル、お菓子、お菓子ですね、ちょっと待ってね、これティッシュですね、違う、ティッシュないな、かみってますね、これわかんない、おり、アームチェア、こんなのキャンプとかで使うやつだ、あー、アームチェアの、買ってきて、ここでもう開いたみたいな、うん、ちょっと気になってしまって、これはちょっとどうすることもできない、うーわこうやってちょっと待ってよ、でこうやって
はい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 、いい。もうこうしかないもんな。怖くない？これこれちゃんとね、バーベキューと楽しんだ後はゴミの持ち帰りとお願いします。で、あの炭ね、ここ捨てたら良くないって前言ってたよね。はい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 、本当は持って帰らないといけないんだけど、みんなこれ見てよ、なんか結構ゴマ粒のようにあるけど、これ全部炭だからね。炭なんじゃん。うん、そうよ、炭よな。ちょっと行ってみましょう。あ、あります、焼き網。はいはいはい、めっちゃ取れたね、すごい。でも炭がね、すっごい多いね。うん、炭ばっかりだな、そうやって考えたら。なんかもう、あれとかさ、これとか絶対座っとったやろ、この石。うん。ちょっとなんかサークルのように。ねえ。短時間でだいぶ集まったね。まだ15分も経ってないような感じ。経ってない。ちょっと待って。ふりかけ。あと、ピーケー。キャンプじゃないけど、なんかねえ、それ近いよな。なんだろう、なんかこういう感じで花だね、花だね。え、びっくり。ハンバーグビアン、ビアンド N 業務用、ここにも落ちてます。これもゴミだろうね、完全に焼けて。さっきのチラじゃない、違うか、違う違う、うん、これですよ。これ多分100均とかで売ってるやつだね、ダイソーとかで。はいはいはい、これは釣り餌のやつだね。そうなんだ。うん、海はいろいろありますよ。ここにもありますけどね。かなりね、重い。結構ね、まあ、定期的に掃除してる人いると思うけどね、はいはいはい、でもやっぱりそんだけここでね、バーベキューと楽しんだ後はって書いてあるから、バーベキューしてもいいんですよね。そう、してもいいだけどもっていうことなんだよね。これね、そのまんまですよ。これは漂流物なのかな。あ、え、何これ、やばくない、すごい残骸なんだけど。え、これってなんか何じゃろ、これ何を燃やした後。
これ何？これ仕掛け罠だね。なんかカニとか、まあ、魚とか。そういうやつ？でも見て、ここでもやばくない？ここに。そう。なんだこれ。アルバムみたいな。ありがとう。結構ゴミ多いんですかこの辺。そうね、やっぱり土日にはまあまあ来てやから、どうしてもね、綺麗にあれして帰ってくれりゃいいけど。ですよね。そんな人もいない。どうしても。そうですか。やっぱり土日には何本かやっぱ来られるな。あ、ですか。ここはいつもゴミ掃除されてるんですか？あのいつもの人なんかね、はい、二人で交代付き子なんよな。もう誰も無理で、誰かまだおるかな。いやもうこれ、これでも無理で変えたやろうか。そう、もう持って帰るのが、あれじゃもともとここにいっぱいこう散らばってて、遊んだ花火とかなんとかあったから。あったやっぱり。このブルーもそうでしょ。あ、ですね。はいはいはい。思いながら片付けんと行けんな思って、あ、それを片付けた。はい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 。すいません。いやいやいや。じゃあ約、まあ、20分ぐらいかな、多分。こんなに取れました。わ、そんなね、なんか本当にちょっと歩いただけでももうパンパンになるぐらいのゴミのようで、ちょっとびっくりだったね。なんかこう上から来た時、山の上から来た時はパッと見すごい綺麗な海が見えて、わあ綺麗やなって感じだったけど、なんかもう駐車場っていうか車止めてからがなんか悲惨すぎて荒れ地みたいな感じで、ちょっとテンション下がるよな。なんか来たらこういうのがいっぱい残ってると、まあだからあのゴミは皆さん持って帰って、まあ、正しくあの安全に遊ぶようにしましょう。はい、っていう感じです。お疲れ様でした。こんな重い重い。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。アーバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。